スポーン。どうも皆さんこんにちは、MSS プロジェクトでーす。イエーイ。ですね、今回はですね、はい、スプラトゥーン、おー、どうぞ、新発売のスプラトゥーンを、はい、ではプレイしていきましょうと。我々やっぱね、TPS 的なものはね、好きなので、はいはい、今回はね、AOAをね、真っ黒に染め上げて、はい、真っ黒だけど、元からもう染められたのかよ。染めたんだこれ、染めたから。あ、終わったの。終わった終わった終わった。元は何色だったの俺。 100% で負けてんじゃん、お前。はい、チーム。お前負けてるわ。はい、なので、今回やっていきましょう。私は FB37 です。そして、キックマーク2です。アロマットでーす。じゃあ、早速プレイしていきましょう。イェイ、レッツゴー。はい、縄張りバトル来ました。今回エオエオと FB37 が味方ですね。アロマとキックが、よし、じゃあ勝負だ。おーい、エオどうする、どう攻める。真ん中から特攻だから。オッケー、じゃあ俺左から攻める。よし、キックは左、俺は右だ。お、お前そのいいね、そういう協力。おー、もう仲高いですね。とりあえずとりあえずもう前に進め。オッケーオッケーオッケー。結構ね、最初の方に、いや、下にいた。エオエオ倒したわ、あいつ。何エオエオ、何やってんだよ。すごいよ、エオエオ弱いわ。頑張れよ。あの、なんか、うわー、なんだ。あ、これ味方なんだ。届かねえ、こっちの攻撃。ちょっと待って、いろんなとこに巻いてくる。うわ、キック。あ、俺も勝負だ、勝負だ、勝負だ。あー、さあさあさあ、オッケーオッケーオッケー。あぶねえ。うわー、チキショメガホンレーザーか。ぬーん、真ん中結構、あー、いい。真ん中結構やばい戦いになってるぞ。待て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 、今ちょっとこっち、あの塗ってないとこはちゃんと重点的に塗ってけよ。はいはい、割っとるから。司令塔 FB37 です。この司令が基本的に味方を敗北に導くと恐れられている。何それ。よし、え、何それ。まだ真ん中の戦いだな。よし、オッケーオッケーオッケー。あ、よし、いいぞいいぞ。バリア、そう、バリアみたいなもん。あれは、よし、オッケーオッケーオッケー。危ない危ない、上はまずい、上はまずいぞ。いけちょっと真ん中取れた。アロマどうだ。俺いるから、真ん中付近にいるから。僕もいたいたいた、アロマの下に俺いるから。よしよしよし、右から攻める、右から攻める。あー、やべ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 、落ちちゃった。おーしおしおしおし、バカお前、金網で攻めるぞ、左から。お前し、よしよしよし、死亡したらな、あれなんだぞ。オッケーいけ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 、エオエオいけ、エオ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 、俺らは塗りたくる。ここ何いけないの。俺らも塗りたくろうぜ。俺らも塗りたくろう。オッケーオッケーオッケー、バチバチ塗ってこう。よし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 。てかね、これ多分ね、2人で行動するのが一番いいよ。あー、もちろんだ、チームプレイだからね。そこら辺は当然でしょう。ズバリ当然でしょう。当然でしょう。ちょっとマルちゃんの真似してみて。来なくなったぞ。確かに。ん、お、狙い放題、すげえ。攻めろ攻めろ。アロマ、お前そのメガホンレーザー強いぞ。メガホンレーザーね、かなり攻撃の要だからね。攻めろ攻めろ攻めろ。俺も欲しい。よー、いけ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 。よし、オッケーす。さすがにここは敵陣すぎる。やべえぞ、こっち攻められてる。まだ生きてんの。いや、やられた。それより俺れた、味方陣地やばい。味方陣地、味方陣地塗り直せ。マジだ、俺ら調子こえてた。うー、結構やね、終わり間際に。あー、だからそれダメなんだって。これまずい、それやったらやばい、これやられるぞ。水に落ちるのだけは勘弁。やべえ、右側がまずったな。攻めすぎた。味方陣すげえ、こっちの。うー、いやー、これは分かんない、微妙微妙。これ、これはあかんね。いったいったいった、絶対いった。これ、あー、すげえ、いい勝負だった。くっそー、超接戦。そうだね。いやいやいや、今ね、すげえ、俺ら結構うまいんじゃない。両側のね、なんか、うん、あれがね、両側の橋みたいなところはね、やっぱりね、塗られると結構きつい、うん、最後の方に。気づかなかったな。はい、縄張りバトル来ましたよ。イエース。はい、今回は、あキック一人だ。俺一人じゃん。やっちまえ。悲しいっす。
話でも、ね、スキックの内臓引きずりだぜ。よっしゃ、お前らがいないってことはな、みんな強いってことなんだ。いやいやいや、俺らも結構強いですよ。そうだ、なめんじゃねえぞ俺らの。キックンがいない MSSP は最強だって言われてるからな。そんなことないから。時々違うって言われるんだから。時々違う、何が何が何が時々違うんですよ。何が違うの。うるせえ。お、いいね、戦い感が出てきてるね。話しかけてくんな俺に。あれ、いいか、もう二度と俺に話しかけんなよ。あーよっしゃ、キックがたまたま放ったスーパーレザーで、メガホンレザーで、いやーまずまず足元が思いつかない。スーパーレーザーあるとさ、あれに行き、なんか突っ込みたくなる習性なんとかしてる。マジで。なんで知らんわ。お前何、吸い込まれてんの。うわーやばいやばい。じゃあ、あれはなんかね、魅力的なんだよね。まあわかる。うわ、あのハロマの今の何、スクリュー、ダイオイカ。そう、ダイオイカになって世界の半分をもらうっていう技。やばいやばいやばい。わーなんか飛んできた。あーちょっと待て、自軍で、よし、オッケー、自軍で暴れられると困る。くそ、お前ら、この辺も塗り替えますよ。そうですね、一回、自軍を塗り替えよう。歴史を塗り替えろ。俺をそんなに倒して楽しいか。楽しいかな。しょうがないだろ、敵なんだからよ。正直楽しいかな。仲良くしようぜ。あ、オッケー、ちゃんと仲いいよ。あ、いいね、アルマ。あいつレーザー撃った俺の方に。よいしょ、避けられた。自分の方誰もいないから、敵が。オッケーオッケーオッケー、分かった。はい、行きます、飛んできます。ほら、いいねいいね、攻めて攻めて攻めてる。どこ行った、見えない、あ、ここだ。よし、オッケー。うわー、またダイオウイカが暴れてる。あー、ちくしょう、よくやったアロマ。いいぞ、これはさすがに勝てるぞ。押せ押せ、ブーズだ。でもまだ1分あるから、このね、やーおー、そう、最後の1分で結構わかんないんだよね。めちゃくちゃ足引っ張ってる。オッケーオッケー、やーすげえ、俺アロマにばっかやられてる。イカ焼きにされてる。イカ焼きにされてる。あいつのイカ焼きやばいんだけど。怖え、なんそれやめろ。それやめろ。どこ行った。スイスイスイ、攻められてる攻められてる。よく行くね。よし、オッケー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 。よし、冷静になろう、冷静に。そう、冷静になる。あー上の方に行ったね、今。後ろ誰だ。行って、クソ、閉じ込められた。くらえー、うえあいつちょうどいいところにメガホンレーザー起き上がった。くそー、あーでも結構攻められてたな。これはどうだ。いや、勝っただろう。これは負けたわ。オッケー、お前ら寄ってたかってひどいわ。いやいやいや、勝負の世界ですから。そうですね、今回徹底的に俺フルボッコだったキックだってマイナーマイナー7とかって、ね、やばかったもん今。はい、じゃあ試合行ってみましょう。おいし、おっと、これは FB キックンチーム対アロマ AOA チームですね。そうね、 OK、 やっていこう。キックン、ちょっと俺らの絆を見せつけてやろ。なんでそんな感じになるの。絆、まあまず、うわー、やる。まず自分を、塗ることは忘れないようにね。これがキックン。お、よかった。アロマにやられたけど、俺の嘘がボケ、俺のボムでアロマがやられてった。お、いいねいいねいいね。今んと、あーマジか、いたのか。結構ね、左の方にいるよ。あー負けたー。くそー、いけ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 、ジャンプ。あー真ん中攻められてる。そう、ジャンプしてる場合じゃないな。よし、オッケー。あーまだいたか。よし、敵倒した。真ん中やばい、真ん中やばいぞ、キックン。分かってる分かってる、今なんとかしようとしてる。オッケーオッケーオッケー、塗り替えていこう。よし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 、オッケーオッケーオッケー。よし、天に召された。ああ、これで多分自分は、自分か、自分はさっきから天に召されてるよ。まあまずは中間地点を塗り替えていこう。あー危ねえ。うわお、よし、俺側面から攻めるぞ。分かった、じゃあ俺もそっち行くわ。やばい、これは結構攻められてる。やっぱやめんだ、やっぱ行こう。危ない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 。
どうした？結構ね、左側敵がいるから攻められない。あーよし、倒せ。あーっしゃ、よし。どうだ、どうだった、どうだった。うわ、アルマ大王か。しかも大王以下メガホンレーザー効かねえ、超強い。マジで？いや、あれ多分ね、技使ってるからだ。いや、まあそうだ、もちろんそうなんだけど、その状態だと効かないと。効かない、無敵だわ。キッツー、大王位が半端じゃないよ。半端じゃない、あの突然来た時のあの強さ、うん、消えたな、どこ行った。急に驚くし。よし、オッケー。さすがに距離を縮めてもらえる。インクがない。よし、あー危ない、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 調子こく。ああ間違った。真ん中付近を塗り替えるから。分かってる。やばい、よし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 まずい、さすがにこれまずい、さすがにボコボコだ。でもいい、あの前線を押し上げる、前線を押し上げることで、あのやっぱり、うん、なんつうのかな、あのフロントラインを、フロントラインだから。うわよしよしよし、オッケー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 。今タイミングさえ良ければアロマなんて一瞬で消し済みだったのに。ざまフロントラインだから、フロントラインだから。フロントラインフロントライン、フロントライン、フロントライン、今わけわかんなくなってる、もう混乱してる。うわざまー、何がなんだかわかんなくなってる。何フロントラインが、フロントラインわけわかんなくなってる。いやー、確かにー、これフロントラインだわ。これフロントラインだ。これ余裕で勝ったな。どうだか、ダカドー、ダカドー、フロントラインだもんってなんだよ。これがフロントラインの極みだよ。もちろん残念。キックンと俺揃って最下位だけど、最下位だから下の方だけど。ユータローもそうだ。はい、というわけで、今回スプラトゥーン3試合やったわけですけど、いかがでしたか。いやなんかね、初めてやりましたけれど、うん、面白いな、このゲーム。面白いね。すごいよ、まだね、あの探りきれてないところがあるんだけど。あ、当然出たばっかりだからね。うん、だけどシンプルかつちょっと奥が深いんじゃないかなと思いました。はい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 。あとはやっぱね、なんかこうお前らをボコボコにするのがそうだな、お互いな、ね、確かに多分全員同じこと思ってる。一番気持ちいい、ね、いや結構ね、なんかね、戦略とかチームワークも試されてるから、うん、そうだね、奥が深そうなんだよね。そうだね、あ、やりやすいけど奥が深そう。そうだ、まあちょっとじゃあやっていきましょう、今後も。はい、はい、というわけでじゃあ今回はこんな感じで。よし、じゃあ全世界のみんな、バーイ、バイバーイ。戦略的ペ超ペンキゲーム。動画をご覧いただきありがとうございました。ですね、我々、ニコニコ動画と YouTube のチャンネルを持ってますので、ぜひ登録をお願いします。ですね、スマートフォンからご覧の皆様は画面の下からパソコンはこちらからお願いします。はい、ニコニコ動画はこちらの方からよろしくお願いします。よろしくお願いします。